伝統的な農業や文化、風習を守るために国連の機関が認定する世界農業遺産に新潟県佐渡市と石川県の能登半島が選ばれ、授賞式が行われました。日本で初めて世界農業遺産に登録された佐渡市と能登半島、表彰式は間もなく始まります。佐渡市は特別天然記念物のトキを守るため農薬を減らした生活への取り組みが、また能登半島は伝統的な棚田での稲作など独自の農業技術が評価されました。北京での授賞式で佐渡市と七尾市の市長に認定証が手渡されました。今まで以上にこの生物多様性かつ文化的景観にあふれた島の農業を確固たるものにしていきたい。まさにこの先人の積み重ねがですね、改めて評価をされたんだなと、まあ、こういうふうに思います。世界農業遺産に先進国が登録されたのは初めてのことです。